理学研究所の、情報基盤センターの、中田先生に、線形代数演算ライブラリブラスト・ラパックの基礎と実践1ということで講義をしていただきます。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。理化学研究所の中田真帆と申します。今日は、線形代数ライブラリブラストレイバックの基礎と実践ということでお話しさせていただきます。資料を持っていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、ちょっと変えましたので、再ダウンロード、再アップロード頼んでますので、また再ダウンロードちょっとお願いします。どうもご迷惑をおかけします。ありがとうございます。講義内容は、簡単に紹介させていただきます。まずは、線形代数の歴史と、その重要性、線形代数っていうのはずっとやってるんで、皆さんこう何千年もやってまして、なんでこんなことをするのかなとか、あんまり重要じゃないことを一生懸命頑張るのかなみたいなことを思うかもしれないんですけれども、意外と重要 でして、やってれば食いっぱぐれはないなみたいなところを紹介したいと思います。それであとコンピュータでの数値計算と線形代数演算で、線形代数演算っていう数値計算というのはどういうふうにやるかっていうということと、それと線形代数の関係ということですね。線形代数っていうのは比較的最近 のテーマでありまして、1900年ぐらいに成立したぐらいなので、線形代数はずっとやってるんですけども、言葉になったのは結構最近のことです。そういう意味で、ブラスト・レイパックというのが1960年代、70年代ぐらいからじわじわ出てきて、ここら辺がすごく重要でありますということを、コンピューターでやるには重要でありますということを紹介します。それでブラスト・レイパックを使ってみるというのを、行列積とか、レイパックを使ってみる、対称行列の対角化というのを、全く一番下のレベルというか、本当にものすごく、コンパイルして使うというところからやっています。来週はもう少し、ハイレベルな、要するにマットラボとかオクターブとか Python とか、そういうふうな感じから使うというのをやるんですけれども、やっぱその中身を知っておきたい、ぜひ皆さんには、知っておいてほしいということで、こういうのをやってみたいと思います。ですね、線形代数の歴史と重要性という、僕は必ずしも専門家ではないんですけれども、大体線形代数は有史以来からやっています、だから要するにエジプトが古来最古ですね、パピルスというのに、書いてあるのが多分最古だと思います。で、次に古いのが多分中国でありまして、これが、ガウスの消去法を1000年以上、から1000年以上前2000年以上前から2000年ぐらいからと言われていますけれども、そういうふうにやってきました。で、応用が始めたのは、何千年もやってきた割には応用が始まったの結構最近で、ここ、50年とか60年の話で、でもその割には、ものすごくいろんなところに出てきます。物理、化学、工学、生物学、経済、経営、最近で言ったらディープラーニングもかなりこういうのを線形代数の演算がありますし、Google の検索しているところとかもかなり独一分解とかそういうのが出てきます。いろいろ僕もこんなところに発展なんかあるのかなとか思ってたんですけれども、いろいろ発展があるようです。で、1000年2000年ぐらいは全然、遊びとか、数学概念だったんですけれども、コンピューターが生まれたことで高速に大量にやらせることが重要になった、これがもうここであらゆる分野に線形代数が出てくるということになっています。で、コンピューターの歴史って何かといいますと、ひたすらスピードです。規模とスピード、これが、早ければ早いのが正義です。遅いコンピューターはことごとく淘汰されていくという、この人間の歴史の中で、人間というかコンピューターの歴史の中ではそうでした。今後もそれが続くだろうなとみんな思っています。線形代数の利用例なんですけれども、Google のサーチエンジンとかページランクというのは、ウェブページの相関を
まあ、行列の固有値とか問題に直したり、あとは特異値に直したりします。まあ、特異値と固有値というのもなかなかかなり似たような概念でありまして、まあ、こう面白いのは、特異値を、まあ、大体こう Google のサーチエンジンだったら一番でっかい固有値が知りたいとか、一番でっかい特異値が知りたいなんですけれども、まあ、場合によっては確率的にでもいいから早く、だから、まあ、80%の確率で上から10個欲しいみたいな、そういうふうなやり方、乱択アルゴリズム使ってそういうふうなことをやるってことを、最近知ってちょっとびっくりしました。まあ、こういうところでもなんかいろんなところで出てきてるそうです。で、3D の、まあ、ゲームと、まあ、もう今ゲームとか言ったらもうほとんどポリゴン使ってものすごく綺麗な CG が NVIDIA の、まあ、あれば、まあ、普通のコンシューマーのゲーム機とか iPhone とかスマホでもあると思うんですけれども、まあ、視点が変わるとか物が動くなどと移動拡大縮小すると、まあ、大量の線形代数演算が行われると。これもほあの、えー、これはユニタリ行列とか回転行列に、まあ、このあの座標が入っててっていうふうになります。もう一つは、もう一つ重要なのは、まあ、もう電子機器についてです。電子機器が強烈に発展した背景には、量子力学の発展があるわけなんですけれども、量子力学の問題のものすごくほと、まあ、8割ぐらいのものは、まあ、エネルギーを求めるということなんですけれども、固有値、固有エネルギーを求めるということなんですけれども、これは、まあ、巨大な行列、まあ、ユニタリ行列によるエルミート行列の対角化というのをやっています。まあ、これは、まあ、これ挙げたのほとんどいろんな分野で使われてるんだろうなっていうのは分かると思うんですけれども、これ全て線形代数のお話です。まあ、これ先ほど申し上げたパピルスのなだそうです。で、BC1650 からこれもトランスレーションされたもので、さらに2000年ぐらい遡れるということだそうなんですけれども、僕もこれ全然よくわからないんですが、これは AX プラス AX イコール B や X たす AXB、X イコール C、まあ、X がアンノウンなんですけれども、そういうふうなものを調べているというパピルスの、文字だそうです。もう一つは、これ方程っていう、まあ、方程式、ガウスの消去法っていうのを中国がやってたっていうのを、示すものなんですけれども、9章3述というのがありまして、まあ、紀元前1世紀から2世紀頃、法定っていうところがあって、まあ、これをこういうふうに、これは、まあ、上の機微が何とかというものを書いてあります。要するにこれ原本でちょっとこうどこの、どこまでこのこれが写本でどこまで遡れるのかってちょっと僕申し訳ないけど存じ上げてないんですけれども、こういうふうな本当にこういうふうに書かれてたっていうのが、まあ、見てわかると思います。で、先ほどなんですけれども、まあ、これまあ、上の機微がある、中の、まあ、これは上質のという意味だそうです。中質、まあ、あんまり質の良くないのがあって、全部合わせたら39と、要するに、まあ、ドラム缶というか、まあ、なんかの、ドラあの入れ物に39というのが39個入ってるということなんだと思います。で、それで、まあ、こういうふうに、これは2、3、1とかで34で、これ1、2、3で24で、上中下の質の、機微はいくつずつありますかというふうな問題、まあ、要するにここですね、321とかなってますね。なんかそれをここで、この答えが一瞬、まあ、答えはこういうふうに書いてると。で、ここをまあ読んでいくと、なんかガウスの消去法みたいなことをやってるんですが、まあ、これちょっと、まあ、これだと全然僕わからないので、 Google トランスレーションに入れてみて、であとはなんとなく推測しながらこう解いてみと読み解いてみるということをしますとですね、2足の抽出の機微が39のバケツに入ってるみたいな、そういうふうなところですね。そこでこの答えのところを見ていくと、ここが、まあ、ガウスの消去法で、まあ、僕としてはここが驚くべきところなんだろうなと思うんですが、まあ、右このなんていうんですかね、上質の機微、抽出の機微、提出の機微を39、
を39バケツに入っていると、これを右に置くと、中行も、左行も右のように並べると、で上質を中質にかけて右で引くと、ちょっとこれだと分からないので、なんか、まあ、なんか、まあ、方程式に直すとですね、どういうことかといいますと、例えば 3x プラス 2y プラス z イコール39、2x 足す 3y 足す z イコール34、まあ、そういうふうな方に、2x 足す 2y 足す 3z イコール26、こういうふうな問いがあるというのが、まあ、ここら辺になってまして、これは右はそのまま、それを、まあ、ここら辺をちょっともうちょっと読み解いていくとですね、この式から、右はそのままにして中を3倍したものから右を2倍したものを引くと、まあ、要するにこういうことをやってるんですね。でまた左を3倍して左から右を引くと、こういうふうにやってると、さらに5倍するとふうにして左引く中かける 4をするとすると Z が出る、 Z っていうか、まあ、定質の機微が求まるということになるわけです。まあ、あとはまあちょっと、略ということなんですけれども、とにかく、まあ、まあ3000年から4000年の歴史を持っていると、で意外と中国が頑張っているというふうなところがこの歴史が深いなということを言いたかったわけです。で近現代の線形代数っていうのはどうかというと、まあ、その後2000年ぐらい遡った後、結構現代になるまであんま動きがなくて、1693年にライプニッツが、行列式とか、クラメールが、クラメールの公式だとか、1888年にペアノが定義を、与えようとして、1900年ぐらいに有限ベクトルの空間、有限ベクトル空間の定義が初めてできた。だからまあここ100年ぐらいの話です。でもっと大雑把に、それからちょっと進んだのが、まあ、大雑把ですけれども、無限次元の線形代数は、まあ、ヒルベルト空間と言われて、これは量子力学ですね。量子力学は最初に、僕がデバイス、エレクトロンデバイスとかに使われている量子論、このそのままなんですけれども、それは、まあ、1900年以降に、まあ、量子力学の発展とともに出てくると。でそれからコンピューター上になるっていうのが50年かかったわけで、そこから50年かかってコンピューター上での線形代数の発達と、まあ、理論的な発達っていうのは、まあ、そんなにこの線形代数そのままではなかった、そのままではそんなに発達しなかったと僕は思うんですけれども、まあ、量子力学とくっつくことでものすごくプラクティカルなものが出てきて、さらに1950年以降のコンピューターで実際に解けるようになってから LU 分解だとか、固有値分解だとか、もうそれがものすごく発展したということに、というふうな歴史を持っています。でこれエニアックので計算を行っている写真なんですけれども、まあ、これで必ずしも線形代数の問題だけが解かれたわけではないんですが、これがまあ一番最初のコンピューターだと言われています。まあ、諸説いろいろありまして、エニアックが一番古いコンピューターかという、まあ、コンピューターの定義にもよります。例えばソロバンもコンピューターの定義に含めるということもできますし、で、まあ、でもそれでも、まあ、プログラム式でとかいろいろな制約を加えたときに、このエニアックって、なんか1946年ですね、で開発されたのが、まあ、このエニアック、で大体こう10桁の数値同士の乗算が14サイクルで2800マイクロ秒毎秒357回というになります。まあ、人間に比べたらやっぱりものすごく早いわけなんですけれども、まあ、こういうふうなのが、世界で初めて、まあ、できたコンピューターだというふうに言われています。では、まあ、コンピューターでの実数演算と、まあ、線形代数についてということをちょっとやっていきたいと思います。コンピューターで実際演算をするにはどうしたらいいかというと、まあ、コンピューターは有限なので実数は扱えません。だからまあ無限のものというのは全く扱えないわけなんです。全くじゃないですけれども、無限のものはもうほとんど全く扱えないわけですけれども、有限のものだと思って近似的な取り扱いをするということになります。で不動小数点数というのが、まあ、一番よく使われているやつで、おそらく、まあ、1940年代ぐらいにあった通税という
コンピューターが多分不動小数点を世界で初めてインプリメントしたんだとかいうふうなことが、記録にあります。これ実数の近似表現の一つです。で、要するにどういうふうに表現するかというと、二進数で表して、まあ、小数点を適当に決めて、あとはまあスケールするというふうなことです。まあ、不動小数点ってなぜ不動かというと、まあ、ここの点があるということと、こっちのスケールファクターがあると、この2点でそういうふうに言っています。で、とても実用的でよく使われています。で皆さんが使っているコンピューターの中には必ず不動小数点演算をするようなプロセッサーが入ってまして、で、一番よく使われているのは倍精度とか言われているやつです。これも1980年ぐらいまでその統一したものがなくて、まあ、1970年代、80年代ぐらいまでですね、IEEE754 というのができて初めて倍精度というのが定義されたんですけれども、これが10進16桁の精度を持つというふうになっています。だからこれ 1+0.000 って16桁並べてるんですけれども、1にしたら、まあ、1になってしまうと、ここすごく注意しなきゃならないところです。要するに大雑把に言って数値演算というのは近似的にしか扱えないので、注意しながらやった方がいいよということです。もう一つ注意点は結合法則も成り立たないということです。A プラス B プラス C というのは B たす C を先に足すのと B たす A たす B を先に足して C を足すというのとはちょっと違う値が出てくる。まあ、全く同じにはならなくて、ちょっと違う値が出てくるというのが悩ましいところです。最近改定された倍精度というものなんですけれども、これが754-2008 IEEE スタンダード for floating point arithmetic というやつで、これは規格の名前です。で、この規格に今のコンピューターのほとんどはこれの規格に沿ってプロセッサーが作られていて、だから互換性があるわけです。まあ、それまではなかったということなんですけれども、確かにないんですね。だから、まあ、いろんなところで数値計算のプログラムが破綻、マシンによってあるプログラムを受けれども、このプログラム、このマシンで動かないということがよくあったわけです。で、こういうふうなこう規格を定めるというので一つ進んだということですね。で、ここで定義されているのがバイナリー、ここで定義されているものはいくつもありますけれども、バイナリー64という倍精度というのがありまして、これが10進16桁の、大体ですけれども16桁の有効桁があります。これはサインというのがありまして、サインはプラスマイナスのことですね。で、エクスポーネントというのがありまして、これは先ほどありましたここのエクスポーネントですね、2の何乗かというのをここで指定します。あとはフラクションというのがあって52ビットあります。だからここが52桁あるわけです。で、52桁あるってことは、ログの2を取ると、大体16桁になると、2進数で53桁ですね、52ビットありますけれども、最初のビットがいつも立っていることにすれば53ビットあるので、53ビット、それをログ2に取ってログ10と比較すると、16桁ぐらいになるということです。ほとんどのコンピューターはこれ使っています。僕が知っている唯一の例外はプレイステーション2で、皆さんの知ってもう、あんまり知らないかもしれないですけども、プレイステーション2っていうやつは、この規格に沿わないやつでありまして、なんかエミュレーター作るときに皆さんというか、ごく一部の人が苦労されているということなんですが、それは余談ですけれども、それぐらい、もうほとんどのコンピューターはこれ使っています。100% 沿ってるわけじゃないんですけれども、大体ですね。で、これは、もう一つここで申し上げておきたいことは、1秒間に何回計算できるかということなんですけれども、1秒間に1回フローティングポイント演算ができるということが、フロップスというふうな言い方をします。フローティングポイントオペレーションパーセカンドということ。で、これが1回計算できたらフローティングポイントオペレーションパーセカンドは1ということです。僕人間だと多分 1回ぐらいもうできないと思うんですけれども、コンピューターだとものすごく、早いので
こういうの、ものすごい数の計算ができます。例えばギガっていう単位がありまして、これは10の9乗だから10億です。テラっていうのは、さらに3桁あるので1兆か。ペタっていうのは、1000兆ですね。1000兆回っていうことで、1000兆ってことですね。で、典型的なコンピューターの速さっていうと、ハズウェルって最近インテルが CPU 出してまして、これはまあ、8コアあって3ギガヘルツで動いてるというやつです。こいつが、全ての小数不動小数点演算コアが、全部計算をしましたと。ということになると、1秒間に384ギガフロップス出ます。だから、3840億回の計算ができるということになります。これはあの必ずしも有用な計算というわけではなくて、とにかく用意論で、演算機が動いたらそういうふうになるということです。で、NVIDIA の最近出た K80 という GPU は、まあ、2.9 テラフロップス、K コンピューターは10ペタフロップスだから、まあ、1計回計算できるというやつですね。で、最近、まあ、僕は理化学研究所の情報基盤センターにいるんですが、情報基盤センターでもスパコンを持っていまして、まあ、北斎という名前なんですけれども、これは K コンピューターの10分の1ぐらいの、まあ、約1ペタフロップス、これぐらいの、計算ができます。まあ、要するに、15乗だから1000兆回ぐらいの、1秒間に1000兆回ぐらいの計算ができると思います。ちょっとこういうのを見てみますと、インテルの384ギガの、CPU はこんな感じで、まあ、この、皆さんが持っているコンピューターの中、なんかこれぐらいの大きさですよね。で、これが K コンピューターです。まあ、K コンピューターは体育館ぐらいの広さの中にぶわーっと広がっている、ものすごく量の多いなんですけれども、これが10ペタフロップスです。で、これが、RICじゃなくて北斎システムで、我々の、スパコン、我々の最近リプレースしたスパコンですけれども、これが 1ペタフロップスです。で、これの広い、これ2006年とか7年かなぐらいかな、にはもう大体でき、あ、もうちょっと後か、にはできてたはずなんですけれども、もう体育館ぐらいの広さを占めてたのが、このたった5つのラックに収まってて、まあ、10分の1なので、まあ、これが10個集まれば K コンピューターとなれば、まあ、K コンピューターはもうほとんどものすごくちっちゃいシステムに落とせることになります。で、これがまあ NVIDIA の K80 の絵ですけれども、これがまあ大体3テラフロップスぐらいのやつです。まあ、要するに、まあものすごくちっちゃいものがとんでもない回数の計算ができるってことを、まあ、覚えていて、 今ではもう そこまで進んでるんだってことを、まあ、ちょっと頭の隅にでも置いておいてほしいなと思います。まあ、だから、まあ、実はこの、まあ、ちょっともう少し余談になりますけども、 RICC は置いてあって、理研の情報基盤センターには RICC が置いてあって、北斎に入れ替わったときに、まあ、ものすごくちっちゃくなったんですね、これ。だけれども、結局、そんなにでかいものは、もう置けない、もう他にはあんま置けないんですね。これ、どういうことかといいますと、この上から出てるのが、電力なんですけれども、これがもう、我々の設備ではもう、ギリギリというか、それしかできない。10個置こうと思う、10個置いたら、もう、計コンピューターに勝てるわけなんですけれども、コンピューターを置くだけであれば、おそらく K コンピューターにも負けないと思うんですけれども、今度電力供給の方が間に合わないということだと思うということ、まあ、あと予算もありますけれどもということです。ということで、コンピューターはどん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 ちっちゃくなっていって、どん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 速くなっていくっていうのが、最近の、まあ、最近というかもうずっとコンピューターの歴史です。これがまあどこまで続くのかすごく僕も興味あるんですけれども、まあテラ、まあ、今後もずっとスピードは上がっていくんだろうなと僕は思っています。で、コンピューターでの線形代数ってところに移ります。まあ、やっとコンピューターで線形代数をすることになってきます。で、やっぱり自作するのは難しいところが結構ありまして、線形代数をコンピューターでやるっていうのは大体50年ぐらいの歴史があります。
で、線形代数はそれよりももっともっとあります。まあ、線形代数ができたのは1900年ぐらいだから、まあ、100年ぐらいですね。で、まあ、ウェルディファインドになったのは1100年ぐらいで、まず人間がやってきたのは何千年もやってます。だけれども、そのアルゴリズムっていうのはコンピューターに合うか合わないかっていうのがすごく重要になってきまして、線形代数の教科書に載っているやり方をそのままコンピューターでやったとすると。そうすると、まあ、例えばですね、線形一次連立方程式をガウスの消去法で解くと、これはもう9象3述そのままなので、4000年前の、中国のやり方で解くと。とか、あとは行列積を求めると。で、こういうことをすると、そのままナイーブにやるとですね、まあ、ある程度理解してプログラム組まないとものすごく遅くなります。それはまあちょっと頭に入れ、これはものすごく重要なことで頭に入れておいてください。だから、コンピューターにコンピューターに、合ったやり方があると。だから、それに合わせてやらないとダメということになります。で、クラメールの方、もう一つはですね、クラメールの方公式って、まあ、習ったかもしれないですけども、まあ、なんか線形代数を習った時に、ここの行列式を何かで割ればいいとかいう、ものすごく簡単な方法で、まあ、若干感動するところがある、まあ、僕はちょっと感動したんですけれども、線形連立一次方程式を解くとか、で、行列式を求めるとか、こういうことをやるじゃないですか。そして誤差が非常に大きくなることがあるんですね。まあ、誤差が大きくなることがある、まあ、要するに、があるんですね。まあ、必ずしも誤差が大きくなるわけじゃないんですけれども、誤差が非常に大きくなることがあると。それで、間違った答え、コンピューターなんで、コンピューターは不動小数点演算を使うわけなので、まあ、10進16桁の精度でしかお話ができないわけで、しかも不動小数、16桁って言っても不動小数点っていうフォーマットの中での演算になるので、まあ、結合法則が成り立たなかったり、精度が悪かったりするんですけれども、ここでもそういうふうなことが起こってきます。これ、やっぱちゃんと考えないとダメで、そうするとですね、まあ、例えば行列式を求めるってことなんですけども、普通行列式っていうのは求めないです。コンピューターでやるときは求めないです。数値的にやるとか特に求めないです。だからどうするかというと、それを使わないような方法で解くということをやります。で、他にも、まあ、収束がしないとか、収束さ、判定させ、収束するようなアルゴリズムやったのに収束しないとか、ゼロで割ったとか、まあ、そういう時になったら、もう巨大なプログラムのごく一部でこういうふうなものが頻繁に起こってしまったら、ものすごくしんどいです。バグを突き止めるのは、かなり難しい時もあります。要するに、ここで言いたいのは、コンピューターになった方法が必要で、そういうふうなものは、まあ、すでにありますよということです。で、そんなこと言っても、自分はそこまで詳しくないし、まあ、例えば50年の歴史は線形代数のをコンピューターでやるっていうのは、まあ、有限のやつをやるっていうのは50年ぐらい歴史があるわけですね。それはそれなりにものすごくたくさんの論文が出てまして、それを、まあ、トラックするのも非常に難しいです。で、まあ、だいぶまとまった本っていうのも、もちろん教科書もあります。だけれども、皆さんがやりたいのは、多分、サイエンスであったり、まあ、要するに化学、化学であったり、物理であったり、数学もアプリケーションであったりとか、まあ、そういうふうなところで、線形代数そのものが、研究の対象ではないかもしれないです。まあ、線形代数が研究の対象の人もいますけれども、それは、まあ、そこまで多くないわけです。それが全てではないので、便利なプログラムっていうのがそこにで集約されるってことになります。要するに、全員が線形代数の計算研究をしているわけじゃないので、まあ、ごく一部の、まあ、線形代数に特化したような人たちがいて、そういう人たちがプログラムをある程度整備してくれてるっていうことです。それが、まあ、ブラスとかレイパックですね。で、先ほどちょっと申し上げましたけれども、コンピューターの構造をある程度理解しないと、そのままで大変遅いというのが、まあ、ちょっと何も言わずに言ったんですけれども、コンピューターの仕組みに合ったやり方とはどうすればいいのかっていうのは、やっぱり、まあ、次、まあ、そんなノウハウっていうのはもちろん蓄積されてきているわけなんですけれども、それは、まあ、来週のお楽しみということにさせていただきます。で、今回の、目標としては、とりあえず使ってみるとか、どういうふうなものになってるかっていうのをやります。僕も卒研ぐらいの時に、ブラストかレイパックを始めて、
ダウンロードしてコンパイルして動かした時には全く分からなかったんですけれども、まあトライアンドエラーを何回もすればした時にはなんとなく分かってきまして、その時にこういうチュートリアルがあったらいいなと非常に思ったわけです。でブラスとかレイバックっていうのは、まあ、非常にの紹介にちょっと入りますけれども、コンピューターで線形代数をするならば、まずブラスレイバックっていうのは、まあ、ほとんどものすごく皆さんがやってくださるのは大歓迎です。でどういうふうなこと、まあ、大体僕の経験なんですけれども、研究で使ったら、研究で使ってなんかとんでもない今までなかったような使い方を研究でするとそういうふうになると大体バグが露見します。そういう意味では皆さんも研究頑張ってですね、ブラスのバグを見つけるのは難しいと思いますけども、レイバックだったらバグが見つかるかもしれないです。まあでもそれほどものすごく頑張らないとそこまで出ないです。まあ普通にアプリケーションやってても普通になんかやってても多分出てこないと思います。しかもこれは無料で入手できてソースコードも入手できます。でここで重要なんですけど、ブラスとかレイバックっていうのは参照実装と言われてて、必ずしも今のコンピューターにものすごく合ったものではないんですね。ものすごくチューニングされたやつではないんですけれども、だいたい今のコンピューターの構造に合わせてそのライブラリが作ってあるということです。それなので、いろんな人がいらして、高速版というのを作っている人もいます。それもまあちょっと来週やるんですけれども、もちろんそれは、ハードウェアやOS とか、まあ、ソフトウェアスタック、まあ、全部それにも依存したようなやり方になってきます。まあ、スピードを出すのが大好きな人っていうのは必ずおりましてですね、そういうふうなことをなりわいにしている人もいますし、まあ、そもそもコンピューターでスピードを上げて出すのは面白いことだと、面白いと感じる人も結構います。僕もなんか面白いと思います。だけど密行列向けです。まあ、コンピューターで一番重要なのは3つ行列で、まあ、実際にアプリケーションで使われる場合は素行列も非常に多いんですけれども3つ行列です。だから素行列の時はまた違うライブラリを使うと。でもまあ基本的なところの考え方っていうのは大体こういうところで尽くされるので、まあ大体こういうのをやっとけばいいんじゃなかろうかというふうに僕は思います。でブラスレイパックはもう人類の宝と、なんかこんな簡単なディファインがすごくできたっていうのはものすごく重要なことだと思います。でブラス、ベーシックリニアアルジェブラサブルーチンズのサブプログラムズの略です。だから、まあ、基本的な線形代数のサブプログラムというですね、このベーシックリニアアルジェブラサブプログラムズを、そのまま、翻訳すると、まあ、基本的な線形代数のサブプログラム、それで、ベクトルの内積だとか、ベクトル行列積だとか、行列行列積だとか、そういうふうなものを、定義しているやつです。だから、まあ、ものすごくこれを、まあ、ブロックのように使って、プログラムを組みなさいよっていうのがブラスのこと。でフォートラン77で書かれてまして、さまざまなルーチンの仕様を提供していると。要するにこういうふうなさまざまなタイプのベクトルの内積だとか行列ベクトル積だとか、その行列行列積のルーチンの仕様を提供しているということです。で参照実装の形でリファレンスブラスというのがネットリブ .org のブラスとかいうところで入手できます。ここでそのソースコードを見て、自分のコンピューターに合ったチューニングを施して高速なブラスを、まあ、作ったり、高速なブラスを、手に入れて、自分のプログラムのライブラリとスイッチして計算を高速にしてそういうふうなことをやります。この、まあ、要するにこの実装をお手
あれあのここのリファレンスブラスの、ネットリブ .org のブラスの、みそなところです。でとても美しいコードで書かれてまして、これ自身、ソースコードがもうドキュメントと言ってもいいぐらい、綺麗なコードであります。これも 何度も繰り返しておりますけれども、高速版もあると。だからこれをこのブロックお手本としながら自分のコンピューターにあって同じ答えが出てくるように高速なバージョンを作るということをやります。で、レベル、ブラスにもうちょっと少しずつ、深みにいくとすると、ブラスにはですねレベル1、レベル2、レベル3というのがあります。ブラスは、ここですね、ベクトル、ベクトルの内積ってここ、他にもいろいろあるんですけれども、主にベクトル、ベクトルの内積とかいうのが、レベル1です。行列、ベクトル積というのがレベル2です。行列、行列積というのがレベル3です。見たらちょっと理解できるかもしれないですけれども、レベル1というのは、インプットのサイズの1乗に比例するんですよね。ベクトルとベクトルの内積だから5個要素があったら 5か10とかそれぐらいの足し算とか掛け算とかになるわけです。で行列ベクトル積っていうのは行列なので n の2乗があるので 2乗と。で行列行列積だと3乗の、演算回数があるのでレベル3と、そういうふうな分け方をしているようです。分け方をしています。でレベル1はベクトル、ベクトル演算、それプラスその他っていうのもあるんですけれども、そういうふうなものがありまして、例えば、ベクトルの加算、y は αx プラス y っていうこういうふうな、ベクトルを足したり、内積は xy をやるというふうに、そしたらこれドットになりますね。で、これは15種類ありまして、単精度、倍精度、複素単精度、複素数倍精度、だから4通りありまして、60ぐらいのルーチンがあります。レベル2のブラスは今度は行列ベクトル積になってまして、AX プラスベータ Y、アルファ AX プラスベータ Y とかいうのがあります。それが Y になるというふうになります。次には、実は、上三角行列の連立一次方程式を解くとかいうのも実はブラスのレベル1の中にレベル2の中に入っています。これはどういうふうな時に出てくるかというと上三角なので一番下の答えが分かってたら、その次の答えがすぐ足し算引き算ですぐ分かって、その次のがまたガウスの消去法とか使わずに出てくる場合ですね。そういうふうなのがここの DTRSV という名前になっています。で25種類あって4通りの組み合わせがあると。で、レベル3ブラスというのが、もありまして、それが最後で、行列行列積のルーチングです。レベル4のブラスというのはありません。で一番有名なのはブラスの中で一番有名なのが、DGEM と呼ばれる、ルーチンでありまして、大体スパコン業界の人は DGEM のチューニングを、やるっていう人も結構いらっしゃいます。トップ500とかそういうところでは DGEM がチューニングよく、チューニングされた DGEM をよく使うっていうことになります。で企業の人も、大体 CPU ごとにその各社が開発している CPU ごとに1人とか2人とか、非常にチューニングを得意としている人がいらして、これをチューニングします。でこれはA と B の行列をかけて C を足すと、そこにアルファベータというスカラがかかるというふうな形になります。でこれは今回は実習というかやり方としてこれをちょっと説明します。行列行列積というのは DSYRK というのがありまして、これもこういうふうなのになっています。これは A と A トランスレーション、トランスポーズとったやつですねとやります。で上三角行列の連立一次方程式 DTRSM など9種類あります。結局これで、ブラスの命名規則とルーチンというのがありまして、ここでもきれいに分かれてまして、単精度倍精度、単精度ちょっと説明しなかったんですけれども、倍精度の半分の精度を持っているということで、ちょっと精度がしょぼいと思っていただければそれで、十分です。
まあ、複素数、倍精度複素数で、まあ、SSDCZ というふうな接頭辞がつくと。これでブラス1が、ここのルーチンが全てです。まあ、いろんな、まあ、のがあります。これ、DAXP というのが、この先ほど説明した、αx プラス y というのですね。これが、複素数倍になったらこうなると。SAXP というのは、SAXP は入ってないですね。ここには、単精度だけ。複素数と、実数だけにしてますけれども、まあ、これに、サックスピーとか、のがあって、これが単精度版になったり、します。これは単にこうサムを取ったり、一番このベクトルの中で一番でかい数字を返すとかいうふうなルーチンもここに入っています。でレベル2のブラスというのもこういうふうになっています。これがこれは、GEMV というのがこうこれですね。GEMV と、これ非常に有名なルーチ、ちゃんと出したように非常に有名なルーチンです。でこれで、あとは、Z がつくと、ここは複素、これが Z になると複素数になって、これはバンド行列って言われるやつで、なんかまあ全部値が入ってないようなやつですね。これもよく、物理とかに出てきます。これはエルミートだったり。これはエルミートのバンドだったりとか、まあ、そういうふうなのが、いっぱいあります。まあ、ここら辺になってくると、ちょっとまたなんかどこで使うのかわからないような感じがしますから、それはもうちょっとマニアっていうか、まあ、勉強してからなると思います。で、まあ、レベル3ブラスっていうのがやっぱりブラスのチューニングではやっぱ花形っていうふうな感じでありまして、これはDGEM とか行列積のがこれが重要になってきます。中にはこの対象行列になっている場合の GEM とか、要するにこの DGEM は AB の積に α をかけたのに Bβ に C をかけたものを足すということになってますけれども、これを、そういうことしない、その A に制限を加えてこれが対象行列になっているとかいうふうな場合も扱うということもやります。で次のレイパックに行きます。レイパックというのはリニアアルジェブラパッケージで、その名の通りも線形代数のパッケージであります。だからこれ線形代数のパッケージだからいろんなものが入ってまして、だからブラスをビルディングブロックとして持ちつつ、例えば連立一次方程式、まあ、連立一次方程式ありましたけど、限られた形しかブラスでは解けないので、連立一次方程式、最小二乗法、固有値問題、特異値問題など、もうさまざまな問題を解くことができます。で下請けルーチンとかもいっぱいありまして、行列の分解、LU 分解。LU 分解というのは、連立一次方程式の時に、を解くときに使われるものすごく重要な、アッパー、ローアーに分けるということなんですけれども、いいやつです。でコレスキー分解、これも重要なやつですね。まあ、特異値分解もは、まあ、かなり複雑な重要なんですけれども、重要なルーチンです。まあ、他にもいろいろあります。で品質保証も非常に精密かつ体系的で信頼が置けると。要するにビルドした時にチェックするようなプログラムが入ってまして、それでチェックしてエラーが起きたら、まあ、報告するか、コンパイラーがうまくいかなかったかとか、そういうふうなことを確認できるようになっています。でパソコンからスーパーコンピューターまでさまざまな OS とかを CPU で動きます。フォートラン90で書かれまして、1600以上のルーチンからなってますし、ウェブサイトは1億2300万ヒットです。でなかなかこんな、硬派なパッケージ1億ヒットってなかなかありませんね。まあまあそれほどすごいようなライブラリなんですけれども、こういうと、まあ、netlib.org からレイパックで、入手することができます。まあ、これももうまあ、チューニングって、まあ早くしようと思ったらこういうふうなところを、まあ早くするわけですね。そうするとレイパックはこれを使ってビルディングブロックとして使ってるから、レイパックのルーチンをそのまま高速化しなくてもブラスだけ高速化することで早くするってことをが、まあ、できます。まあ、もちろんそれだけじゃなくて、まあ、いくつかのルーチンにおいては、まあ、レイパック特有のチューニングとかもするんですけども、こういうところがビルディングブロックであるってところの美味しいところです。ブラスかレイパックを利用したソフトウェアっていうのは、まあ、大体著名な計算プログラムパッケージの大体ブラスレイパックを使っています。で、
物理とか科学では、まあ、あのガウシアンとかゲームスとか使いますけれども、これもブラスレイバーク使ってまして、 CADF とか VASP とか、あのこれは物理の、物理のプログラムパッケージなんですけれども、こういうのはもう使ってます。線形計画問題っていうのもあれがは、まあ、ご存知の方いらっしゃるかもしれないですけれども、それもシンプレックスとかニューオプトとか GLPK など、これも内部で、ブラスとかレイパックを使っています。まあ、要するにもう当たり前のように使っています。で、高級言語からも利用可能です。例えば、まあ、あの Ruby だとか Python とか Perl とか Java とか C とか、まあ、マセマティカとかメイプルで MATLAB、R、Octave、Scilab とか、まあ、あの今回プログラムでやるのはかなり面倒、ちょっともう本当にもうなんか何て言うんですかね、ドライバーでこう機械、なんか電子式のものがあったらドライバーで中を開けてそれを一つ一つハンダ付けしていくような丁寧さでやるわけですけれども、まあ、時代っていうのはそんなにあのそのスピードよりも非常に速いので、まあ、Python とかで使うとの方が開発効率がすごく高いから、そっち使うのが、まあ、今では普通だと思われるんですけれども、まあ、1回ぐらいはハンダごと握って抵抗とか IC を直接くっつけるみたいな感覚でプログラムちょっと見ていきます。ちょっとチューニングの話にもなるんですけれども、まあ、これちょっとあのポリティカルにも重要であるということをちょっと、言っておきます。トップ500っていうのがありまして、これはあの世界で一番高速なコンピューターを決めるっていう、重要だと思うようになりましてですね、このまあ、それでリンパックっていうところにパフォーマンスを測定してランキングが定まるってことになってますけれども、まあ、これはなんか、まあ、K が警戒できるっていうことで、まあ、これ世界一を、まあ、半年か1年か取ったんですけれども、それがもうあの、すごく政治的にも重要な賞にもなってます。でこれそこで使われるのは DGM と言われる行列積 のパフォーマンスが高いければ高いほど良いというふうにされています。だいたいここに出てくるようなパソコンで測るときに自分たちが作ったコンピューターで DGM の性能が非常に低いと無駄になるので、まあ、ここら辺でチューニングする人は ものすごく頑張って、チューニングして、まあ、最終的には要するにこれですね、この行列、このアルファベータ B プラスベータ C って、これをひたすらあの、チューニングします。で、7割ぐらい、実行、理論性能の7割ぐらいしか出ない CPU というのは、やっぱりあんまり良くないという CPU って言われます。だいたいどんな CPU でも、まあ、普通によく設計されていれば8割っていうのも8割は悪い方だと思いますけども、9割以上出るのが普通だと思います。で、あの、まあ、興味ある方はトップ500を見てください。今は中国が1位で、ちょっと話それますが、中国がまた世界一のコンピューター作ろうというふうに、まあ、金に明かせて作ろうというふうになってるんですけども、今度はそのインテルやNVIDIAが中国に営業をかけるんですが、もうあの政治的に止められると、要するにアメリカ の政府の方で、輸出したらダメですよというふうな命令が下って、中国ではもうトップ500、次はまあそんな簡単に取れないというふうになります。だからまあそこまでそのパフォーマンスというのはその、コンピューターのパフォーマンスというのは政治、まあ、あのにもすごく影響があって、まあ、要するにやっぱある意味核兵器持ってるよりも、速いコンピューター持ってる方が1秒でも早くあの、お金をもらえる、あの市場を捉えるとか、そういうふうなことを考えると、そういうあのものすごく重要になってきますので、やっぱ政治的にも重要になってきます。じゃ あ, あの現状の速いレイパック、あブラスとかレイパックというのにもちょっと言及しておきます。リファレンスブラスとかレイパックというのは、まあ、ある意味仕様書でありまして、
このまま使っても低速です。じゃあ、まあ、ブラスとかレイパックの意味っていうのがどこにあるのかっていうことになるんですが、まあ、まあ、チューニング、その大枠はきれいに捉えてるんですけれども、まあ、個々の CPU の話になるとやっぱりチューニングが全然足りないということになるんですよね。だからメモリや階層、メモリの階層構造というのがすごく重要で、これも来週お話しさせていただきますけれども、それが非常に意識して書かれているんですけれども、 CPU には、各々がやるという、やるということになっています。で、5等ブラス2というのが昔ありました。あ、今もありますけれども、今はほとんど使われてないと思います。で、まあ、世界一番 でした、すみません、過去形ですね。で、開発は中止されまして、それはオープンブラスということになって、中国の方がこの、実はこの後藤ブラスというのは後藤和重さんという日本人の方が作られて いて、ブラスレイパックをものすごくチューニングしたやつとして非常に重要、非常にポピュラーなソフトウェアだったんですけれども、まあ、ある時、後藤さんがヘッドハントにあった後はもう全開発がストップしてしまいました。で、それはもう結局オープンソースになって、オープンブラスという形で中国の ザニーっていうんですかね、ちょっと僕読み方がわからないんですけれども、この方が勝手に引き継ぐってことになりました。まあ、それはオープンソースなんで全然ものすごく正しいやり方なんですけれども、開発はかなりアクティブで、サンディブリッジ以降のプロセッサーにも対応してまして、中国で開発されているプロセッサーにも対応しています。最近これがあったのが2年、このちょっとこれアップデートが完全ではなかったんですけども、この2013年にやった時は、後藤ブラス2が終わってオープンブラスが始まった頃だったので、今時のパソコンの Ubuntu とか、まあ、Ubuntu だとか、CentOS とかには入ってなかったんですけれども、例えば Ubuntu にはもう、まあ、オープンブラスをポコッとインストールすれば入るみたいな気軽なものになりました。 後藤ブラスは最初オープンソースじゃなかったので、そのようなディストリビューションに入らなかったんですけれども、まあ、オープンブラ最後後藤ブラス2がオープンソースになってしまった後に、まあ、オープンブラスで開発が引き継ぐってことで、Ubuntu の中に入ったり、MacPort の中に入ったりして皆さん簡単に使えるようになりました。で、インテル、後藤さんどうされたかって言いますと、インテルに入られまして、マイクロソフトからインテルに入ったんですけれども、タックからマイクロソフトインテルに入ったんですけれども、まあ、それでブラスとかレイパックを、彼が、まあ、MKL というマスカーネルライブラリということで、彼もそれに参画しているようです。だから、まあ、インテル系では多分最速で、後藤ブラス2の時は、いろんな CPU に対応してたんですけれども、今はもうインテルに入ってしまったので、インテルの意思にしか対応してないので、ちょっと寂しいなという感じがします。だけど、まあ、ブラスレイパックを、まあ、皆さんが手持ちのコンピューターで使うんであれば、普通オープンブラスとか、まあ、スパコンセンターだと MKL とか入ってるので、まあ、もう今はもうそんなに考えなくてもポコポコと使うことができると。いい世の中に2年経って、あの時はちょっと変なことしない、変っていうか、まあ、いろいろ作業しなきゃならなかったのが、誰もあんまり作業しなくてもそこそこいいのがもう簡単にできるようになったということで、ちょっとだいぶ状況が進展して僕としては嬉しいなと思っています。もう一つは、まあ、もう一つ有名なのはアトラスっていうのがありまして、これはオートチューニングの機構でクリント・ホエイレイっていう人がおりまして、これオートチューニング機構で高速化したブラスです。これ何のことかっていう と、コンピューターで速いプログラム書くというのは結構面倒くさいので、いろんなパラメーターを振ってみて、要するにプログラムをいっぱい作るんですね。自動でプログラムを作ると、その中でパラメーターをいくつも振ると、その中でコンピューターで実際に計算させて一番速いプログラムを取りましょうというふうな形を取るわけですね。これが、まあ、オートチューニングというやつで、まあ、人間の手である、まあ、ある大きさの行列積だと、まあ、このパラメータがいいとか、ある行列積だとこのパラメータがいいっていうのを人間がみんな手作業でやってたことを、まあ、これを、まあ、機械で
このパラメーターをいいんじゃないかと、まあ、実際に走らせて速いのを取るというふうなことでやったんで、これがすごく一時ヒットしたことがありました。2001年ぐらいに出現してブラストに、まあ、多くのコンピューターのブラスト環境を劇的に改善しました。だけれども、まあ、ハンドチューニングしたブラスよりは数パーセントから数十パーセント低速になります。だから、まあ、5度ブラスがここ出てくる前まではこれしかなかったし、これが結構早かったんですね。だからものすごくお世話になりました。で、でも他にも GPU でブラスとかレイバックをやりましょうっていうのがありまして、これはこれですね。だいぶ前に戻りますけれども、これ K80 とかこういうふうなところにもうレイバックが走る、ブラスとかレイバックが走るようになってまして、ここに、転送してそれから、持ってくるという形にします。そういうのその有名なプロジェクトにマグマプロジェクトというのがあって、これもかなり高速なやつが、無料で手に入れることができます。で、並列版ブラスとかレイバックもこれも重要なもので、まあ、僕が今までここで今まで述べているのが並列版というか、まあ、今までは一つのコンピューターの中でやってたわけですけども、まあ、他のコンピューターとネットワークでつながっている場合がほとんどなんですけれども、そういう時には MPI とか共有メモリでないようなブラスとかレイバックとかあります。これもIX とかでも名村先生とかが、やられてるみたいに、まあ、それと、まあ、スカラパックっていうのが有名だったんですけれども、これがだんだんこう、コア数が大きくなってくるとだんだんこうしんどくなってくるってことが見えて、まあ、知られていたので、まあ、それをやってるのが、まあ、例えば、今村先生だとか、そういうのが、さらに速い、スケーラーパックよりも速いのをやってます。まあ、要するにこれより巨大な行列とかより速く行列の演算が行われるとかことになります。で、ブラスレイパックを使う点での注意点というのは環境依存がかなり激しいということです。これを OS のバージョンとかどの言語から使うかによってやり方がだいぶ変わります。コンピューターを高速に使いたい場合、そのアーキテクチャに依存したやり方が必要で、例えば 32bitOS か 64bitOS かで、まあ、若干、まあ、プログラムから変わってくると、今時プログラムから変わるのはどうかと思うんですけれども、やっぱりそういうふうなとこがまだちょっと見えてきます。で、どのようにブラスコールするかとか、例えば C とか Fortran とか Python とか Ruby とか、まあ、それからブラス呼びたいということもまあいっぱいあるわけなんですけれども、それどうするのかなっていうのも、また変わってきます。で、 GPU 挿したらどうなるかというと、また変わってきます。さらに複雑になります。まあ、一つのコンピューターでストロット使う場合にはオープンブラスとか MKL とか使えば簡単に使えるんですけれども、まあ、GPU も使うだとか、 OS も64ビットぐらい大きい、64ビットぐらいに入るような大きい行列使うだとか、そういうふうになってくるとだんだん話は変わってきて、やっぱまだ混沌としてくるところがあります。だから、まあ、そういうふうなところは、まあ、最初は気にしなくてもいいんですけれども、まあ、だんだん真面目にどんどんエッジに進めば進むほど若干大変になってきます。まあ、今回は Ubuntu の 12.04x86 というのを使いました。まあ、実行環境を整えるのは、まあ、Linux が一番楽で、MacOS、まあ、OS10 が次ぐらい、 Windows がやっぱり一番面倒くさいと思います。まあ、まあ、数値計算するときは皆さん Linux 使うみたいで、やっぱりOS が数値計算には一番向いているように思います。まあ、要するに同じプログラムなのに走らせたら Linux が一番早いということがよくあります。本質的には一緒にならなければならないですけども、まあ、いろいろ理由があります。で、まあ、そういうことをやっていきます。で、やっと、本題というか、まあ、ここら辺から、ブラスレイパックを使ってみるということにやっています。まあ、Ubuntu のデスクトップ版だから今でもまだ全然現役で、僕のマシンは Ubuntu の 12.04 なんですけれども、そこからブラスレイバックを、C++ から使ってみるというふうにしてします。Fortran からとかでやるのが多分一番正しい
まあ、フォートランで書かれているので、フォートランでやるのが一番正しいのかなと思いましたけれども、スライドにソースコードが入らないというちょっと単純な理由で C++ から使ってみるということをやります。じゃあこの、政治的にも重要な、DGM の使い方、行列行列積や、まあ、対象行列の対角化というのをやっています。まあ、これは量子力学で重要になりますが、まあ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 、まあ、ここでやるのはまあお遊び程度です。でまずブラスとかレイパックのインストールなんですけれども、 Ubuntu の 12.04 でブラスとかレイパックの開発環境を整えるということをやります。最初に sudo apt get install gfortran gplapla live ブラスデブ live レイパックデブとか、こういうふうにやれば、とりあえず使うことができます。これでブラスが使えるようになります。ちょっと、レイパックの方なんですけれども、あ、これちょっといらないですね。そうですね、これすみません、ブラスレイパックの環境を整えるにはコース、G フォートラン、G プラプラ、ライブブラス、ライブレイパックデブってやればできます。まあ、ちゃんと成功してたら2回目の実行ですでに最新バージョンっていうのがすでに出てきて、まあ、何もインストールしませんっていうふうな状況になります。まあ、こういうふうになれば、まあ、インストールはできるってこと、できたってことになりますので、まあ、自分で実際やってみるときはこういうふうにやってみてください。じゃあ行列行列の積っていうのをやってみます。皆さん多分1回生か1年生のときに線形代数で初めて 3×3 の行列を目にして、まあ、計算が積を計算しろとか先生に言われてめんどくさいなって言われてやったと思いますが、それをまあコンピューターにやらせてみましょうというのが今回の1回目のテーマです。で、A というのを183289-51、B を9833、まあ、C を331.28486-1、アルファ3、ベータ -2 として、C、DGM を使ってみましょうということです。で、答えですけれども、答えも知って、まあ、もちろん、計算したら出てきます。手でやるのはあれなんで、僕は、まあ、オクターブというソフトでズルをしました。そうするとこういうふうになります。21337.8-64514592131-47、まあ、これの答えを、求めてみましょうっていう、まあ、実際、求めてみましょうというのが今回のです。まあ、オクターブでズルしたって言いましたけど、オクターブは実は内部ではジェムを使ってますので、これを走らせたことになるわけです。だから本当にデバッグしようと思ったら一回手でやらないとダメなんですね。まあまあそれはまあ今、まあまあそこまで今は言わせんけれども、まあこういうふうになるというふうにこれをやってみましょうということです。じゃあ次 DGM の紹介なんですけれども、今回これは C ブラスっていうところからブラスを呼んでみるってことをします。まあフォートランで書かれているやつを C++ から呼ぶってことは、まあ、それなりに、言語間のインターオペラビリティっていうのを考えなければなりません。で、GEM の詳細っていうのはどういうふうになってますかというと、何もなってますかって言いますと、まあ、プロトタイプ宣言を見るっていうのが多分一番正しいと思います。で、最初がコンストチャーのトランス A、トランス B、M、N、K、A、アルファ A、LDA、B、LDB、ベータ、C、LDC ってなってます。まあ、ちょっとこれだけじゃわからないなと思いますが、まずトランス A、トランス B、トランス C っていうのがあります。まあ、これは、行列を転置するか否かを指定します。要するに AB、A×B っていうのが時々 A トランスポーズ B になったりし、A トランスポーズ B トランスポーズになったりするんですね。だからこれ C トランス C はここはないんですね。すみません。だからこれ、ソースコードを見ると、まあ、あるなしであるので4通りのプログラムがあるわけですよね。で次に必要なのは行列のデータですね。行列のデータどこで入るかというと、このコンストダブルとかコンストダブルベータスターベータコンスト、ここコンスト消えてますけれども、ダブル C っていうのがダブルスター C っていうあダブルのスター C っていうのがこれが、行列へのポイントになります。で MNK っていうのは行列の次元です。まあ、左の図
参照ということなんですが、これが M かけ K、K かけ N、これで答えが C が N かけ M と。で、アルファベータは行列的に対するスカラーと。アルファとベータ。ここでみんな全部ポインターで参照私になっているのは、参照私にしないと、フォートランでは走らないということが、走らないからです。で、リストを見ます。2枚のスライドにわたってやります。でこれは、まあ、C プラスをインクルードしているところです。ここが、MATLAB オクターブフォーマットで行列を表示するプログラムになっています。要するに、MATLAB のとかオクターブっていうのは行列を演算する、プログラムで、内部でプラス読んでるんですけれども、そういうのを使って、人間のミスがないか答え合わせをするためにやっています。で最初にこれ 3としてアルファベータというのをやっています。ABC で、メモリを確保して、どんどん入れていきます。値をどんどん入れていきます。983218、これですね。これですね。これ入れていきます。でこれを見ていくと同じようになっています。で、ABC 全部入れました。まあ、0から始まっているのは C でやっているので、そうなっています。で最後、ここでやるのが NN。これはトランスポーズしないということですね。で、すみません。アルファベータというのをここで指定して NNNN で、トランスポーズしないとやって 3×3×3 を入れてアルファ、なんだったっけ、3-2 というのを入れて ABC というのを入れます。でそしたらアルファベータでジェムを走らせてアルファベータアンサーというのが出てきるというふうになっています。でこれを、まあ、先ほどのリストを DGEM アンダースコアデモ CPP とかやると保存します。それでこれはほとんどのコンピューターでそうなりますが、G プラプラ DGEMDEMO.CPP マイナスを DGEM アンダースコアデモマイナスブラスマイナスレイパック、あこれ L が抜けてますから、マイナス LLA パックこういうふうにやると、コンパイルできます。何もメッセージが出ないならコンパイル成功で、何が出てきたら、失敗です。で その時は、まあ、目を皿のようにして間違いを探していきましょう。でこれで、実行させると ABC をプリントした後に、答えを出してくれます。でこれでアルファで A たす B、これを、まあ、そのままコピペするとマットラボとかオクターブにこの出力をコピペすると、ちゃんと答えが出てきます。こういうふうに僕のプログラムになってます。でこれちょっともう少し詳しく DGEM を見てみましょうと、まあ、このアルファベータプラスアルファ AB プラスベータ C っていうのがあるので、なんでこんなところでこんなことするのにこんなふうなこうなってるんだろうかというふうになるわけです。まず、まずはアルファベータ、アルファでこう AB×C だけでいいわけですよね。ここ AB かけるところでアルファも1でベータも0でいいわけですけど、まあ、アルファベータが入って C が入ってるってまず謎なんですけども、まあ、これはまあ、いろんなところでもしかしたらこう出てくるんじゃなかろうかということを想像力をたくましくしてみれば、まあ、そこは容認できると思いますけれども、この MNK のサイズはこれ LDA、LDB、LDC って何だという話になりますね。で、アルファベータは普通の行列積の時には10ですよね。だからこれ10になるわけです。これなんか演算が無駄になるんじゃなかろうかとか思うわけですよね。なんでこんな複雑にしてるんか、まあ、なんでこうすればいいのか、まあ、ということはちょっと謎になるんですけれども、まあ、LDA、LDB、LDC っていうのは、まあ、ちょっととりあえずここで取り上げてみたいと思います。行列、次回もちょっとこれ出てくるので、ちょっと心して聞いていただきたいんですけども、行列の積っていうのが AB イコール C っていうふうに出てくるんですけども、これ行列は各ブロックって、区分行列に分けてブロックをあたかも成分のようにしても計算できることが知られています。これ A をこう、まあ、A は3×3 じゃなくて 30×30 だとして、まあ、こうしてもでやってもいいということになります。これちょっとウィキペディアからのコピペなんですが、区分行列の積っていうのがありまして、2つの区分行列、これ A11 ここら辺は全部行列です。そいつを、の積っていうのはもう区分行列のこいつらのをあたかも数だと思って積を与えてやれば、実はこれ
各ブロックの計算ができるってことが、知られています。まあ、これも別にあの線形代数を知ってたら、まあ、あの簡単に示すことができる、まあまあまあ、もう本当に初等的なやつです。もう本当にもうちょっともし気になる方がいたら実際やってみてください。もう全然難しくないです。要するに ここで何が言いたいかというと、ブロックをこう分けたときにちゃんと、なりますよということですね。ブロックを、まあ、分けたときにもブロックは数のように扱えて、それも行列を計算したようになりますよということです。で、そこをちょっと頭に入れておいてください。話それましたが。で、じゃあ行列や区分行列をみなして計算する必要が出てくるわけですね。このためにリーディングディメンションというのがあります。 LDB、LDA、LDLB というのがこのためで、例えば IJ を指定するためにはリーディングダイメンションというのがここあったとすれば、ここの MN をやったらこの M でやるんじゃなくて、ここら辺をやるんだったら、まあ、IJ だったら I プラス LDA というふうになります。もうちょっとこれ詳しく言いますと、まあ、この区分行列、全体の行列をこれ A として、区分行列を A プライムとして、サイズはここ M と、N と、ここ M と、これ小文字の N と、ここ M と したときに、ここの、まあ、PQ 要素というのを、アクセスするにはどうしたらいいかということですね。そうすると今度このリーディングディメンションというのが必要になってくるわけです。N×M の行列をアクセスするときにここ M でやるんじゃなくて、このリーディングディメンションで、要するにメモリはこういうふうに並んでるわけだから、ここでリーディングディメンションを指定しないと、あ、すみません、メモリはこういうふうに並んでるので、ここでリーディングディメンションをこう指定しないと、ここの次の行にアクセスできないということになるわけです。だからこういうふうなのをやるためにリーディングディメンションというのがあるということになります。さて次は行列の固有ベクトル固有値を求めてみましょうというのが DSYEV ってやつですね。かなり複雑になりますので対象行列にやっています。まあ、この固有ベクトル固有値を求めようということで、まあ、これら固有ベクトルって皆さんご存知ですかね。アルファ、あ、A かけるベクター V はラムダ V になるような、固有組を固有ベクトルと。で、このラムダっていうのを固有値っていうふうに言います。固有値、固有ベクトルは 3×3 の行列なので3つありまして、それぞれ求めてやるとマイナス 0.409、まあ、こういうふうに、まあ、1.577、10.83258、こういうふうになります。で、固有ベクトルはこういうふうになります。でこれを、まあ、レイパックに入れて求めてみましょう。今度は、まあ、直接フォータに呼んでみます。で、呼び方もかなり今度は、なぜこういうふうなものが必要なのかというのが結構あれなんですけども、まず計算の方法です。固有値、固有ベクトルが必要かということと、まあ、どっちが必要かと、固有値だけか、両方か、固有値、固有ベクトルが必要か、固有値だけか、ここで指定するときにやります。固有ベクトルを計算するってなったら、まずそれにアディショナルな、メモリとかいる必要になります。でアップローっていうのが行列の上三角下三角を使うか、こういうことも指定することになります。これ LDA もリーディングディメンション A とリーディングディメンション、であと固有値を返す配列ワーク領域というふうなものになっています。だから要するにアルゴリズムの詳細はまあ僕ら本当は知っておいてほしいんですけれども、とりあえず知らなくても、まあ、こういうふうなものを指定すればできますよというふうになります。でこれも体育館ですとっていうのをやってみます。でここがプロトタイプ宣言をしまして、ここはプリントするようなマットラボとかオクターブフォーマットでプリントするようなところになってます。でここは、メインになってて、行列を確保して、行列の値をここに代入しているというのが分かります。1、2、3、1、2、3、4、5、4、4、6、4、6、こうなっています。でこれでプリントすると、ここでプリントします。ここで、SYEV というのを走らせます。これベクターは必要で、ベクトルも必要だし、固有値も必要だというふうにします。
両方必要としないんだったら計算しなくていいわけで、まあ、どっちかをど必ずしな必ずこういううちはいりますし、こういうベクトルも、まあ、まあ問題によってはこういうベクトルではない時ありますから、まあ、そういう時もあるということをちょっとまあ頭に入れておいて、プロはもうこれどっちでもいいんですけれども、とりあえず U としてしました。でこういうふうにこういうふうにしてみて、最初はワーク領域のクエリーというのをします。でその次にワーク領域を決定して確保した後に最後に計算をするというふうに思います。まあこのなかなかこういうふうなのは慣れないとよくわからないと思いますが、あんまり親切なものになっていない。フォートランというものをフォートランというものをものすごくレガシーを引きずったコードになっています。だからまあ70年代だったので、こういうのができる60年代70年代だったので、こういうふうなのはほとんど、まあ、今のように C++ が出たりパールがあったりっていうのは誰も考えてなかったっていうか、まあ、むしろもうフォートラン77しかなかったような時代の話なので、まあ、こういうふうな不親切な構造になっています。で、まあ、今はもうラッパを使ってきれいにやるっていうのが今の流行りだと思います。でこういうふうにやると、まあ、ちょっと話しそれましたが、先ほどのリストを、アイゲンバリューデモとかでやります。今度は、アイゲンバリューデモ .cpp とかやって、まあ、L ブラス、これすみません、L ラパック、LG フォートなんか、ここら辺 の, レガシー的なところも、まあ、ちょっとあれなんですけれども、これはフォートランのランタイムが必要になってきます。まあ、でも C++ だから、フォートランのことは知らないので、フォートランのことはやります。で、さっきはいらなかったのは、これは偶然読んでないということです。だからまあまあまあ、これはもうトライアンドエラーでやってもらうしかないです。で、何もメッセージが出ないのはコンパイラ成功です。で、実際にこれを実行させて、見てみると、アイゲンバリューとアイゲンベクターがこういうふうに出てきて、実際にオクターブとかマットラブでやってみると、U'AU というかけるやったらちゃんと元の行列に戻ると、よかったよかったというふうなことになります。なんか これでまあやっていただくと答えが分かります。まあ、オクターブとかマットラブでちょっとオクターブはどのマシンでもただで荒れてきますから、ちょっとやってみていただくと分かります。で、まあ、これで大体今日の話は終わりなんですけれども、もう一つ注意点というのがありまして、これもレガシーのことなんですが、フォートランと C とかとの違い、まあ、考え方の違いですね。フォートランはもういつ消えるかどうかっていうのは10年か20年前からずっともうフォートランはなくなっていくだろうというふうに言われてるんですけれども、いまだになくなる気配もなく、生き続けている言語でありまして、それがいいのか悪いのかっていうと、なかなかその人コンピューターと人間と、資産とこの3つの点はかりにかけるとなかなか答えが出てこないという、なんか闇が深いって今時の人は言いますけども、そんな感じです。でも僕は結構嫌いではなくて、昔は嫌いだったんですけど、嫌いじゃなくて、まあ、でもそういう、まあ、そういうふうな歴史的背景があるっていうことを、まあ、ちょっと説明させていただきます。でこれその時にはコラムメジャーかローメジャーというのがキーワードと言います。はい、行列っていうのは2次元でありまして、コンピューターのメモリは1次元的です。まあ、これも皆さんご存知だと思いますけれども、次のような行列を考えるとき、どのようなふうに、メモリに入ってるかっていうのが、コラムメジャーローメジャーの違いです。普通に、まあ、普通に考えたら 1,2,3,4,5,6 って入ってるんじゃなかろうかと思いますけども、実はフォートランはそうではなくて 1,4,2,5,3,6 って入ってます。だから 1,4,2,5,3,6 だからアドレスの小さいのが 1,4,2,5,3,6、 これがコラムメジャーってやつです。これがフォートランの、やり方です。一方 C とかでやるとローメジャーになってます。これは、まあ、1,2,3,4,5,6普通ローメジャーです。まあ、でも C は多次元配列サポートしてませんし、なかなかそういうふうな意味ではポイントの進む道というふうに考えればいいのかもしれないですけれども、まあ、そういうふうにどっちがいいかどっちが悪いかないと思います。いずれにせよこういうふうになってるんだっていうことは覚えておいてほしいですし、普通ニュータイプっていうんですかね、最近の現代人は、普
つ123456って学んと思わず思ってしまうところなんですけれども、フォートランはこういうふうに並んでいるということだけはちょっと覚えておいてください。でもう一つあります、配列は0、1どっちから始まるかということです。フォートランは1からスタートするとするが、 C は C++ は0からスタートします。ループの書き方は普通は1から N まで、行列と一緒になるんですけれども、C、これは結構きれいな書き方だと思いますが、 C は0から N 未満というふうになります。だからどっちが直感的かというと、僕もちょっともうここまで来ると、こっちかな、こっちもいいなとか、よく分からなくなってきますが、そういう癖があるということです。だからベクトルの XI 要素へのアクセスはフォートランは XI だが、 C は XI-1 となります。で、行列のアクセスはフォートランで AIJ になるけれども、 C だったらコラム名だとして LDA を挟んで、こういうふうなポインターでアクセスする、配列になってますけれども、ポインターでアクセスするときもこういうふうな、ことを考えなければなりませんというふうな、ちょっとフォートランの、レガシーなこともちょっと説明させていただきます。ということで、最後、今日講義聞いていただいて誠にありがたいことなんですけれども、まとめと次回予告ということをしていきたいと思います。今日は線形代数の歴史と、その重要性、人類始まって以来の、線形代数のことと、ある意味プレヒストリーというと、BC みたいなことなんですけども、理論ができて、コンピューターができて、っていうふうな、その後のことについても述べましたし、コンピューターでどんだけ速い計算ができるかってこと、速い計算ができるか、例えば K だったら10ペタ、1K 回だとか、そういうふうなことも説明させていただきました。で、ブラス・レイパックっていうのが線形代数の、重要なライブラリであって、ブラスはブロックだ、ブロックとしてレイパックはそれをブロックを組み立てるような形で実装されているよっていうことを説明しました。で、レイパックにはものすごくたくさんの実問題を解くようなルーチンが入ってますよということも説明しました。で、3番目にブラスレイパックの簡単な使い方を説明しました。これはフォートランから一番低レベルな使い方、フォートランのルーチンをコールする、C++ からコールするような形で説明しました。それは、フォートランから使ってもいいんですけど、フォートラン単にプログラムが長くなるだけで、あんまりちょっとスライドに入れないので C++ という形にしてみました。要するにこれでジェムの使い方とか SYEV の使い方が、簡単に理解できたかもしれないかと思います。で、次で、来週なんですけれども、来週は、これを高速にやりたいということを考えます。コンピューターというのは、いろんな仕組みがありまして、そいつがわからないと速くならない。ブラスとかレイパックはある程度の過程をして、実装は提供されているんですけれども、それ以上のものはないと。だからコンピューターの仕組みというものはよく考えながらやらないと、速くならない。でも今は使うのは簡単なんですけども、そういうふうなのをちょっと頭に入れておき置いてほしいなと思って、コンピューターの簡単な仕組みについて説明させていきます。で、次はブラスレイパックを高速に使うということです。今回紹介したブラスというのは、一番リファレンスの元となるようなブラスではレイパックであって、やっぱその今のコンピューターの CPU にはそもそも最適化されていないというふうになりますので、それを高速に使うにはどうしたらいいのかなというのをやります。もう最近ではだいぶ楽になったんですけれども、そういうふうなものを、例えば CPU だとか GPU だとか、そういうふうになったときにどうしたらいいのかなっていうのを、説明できたらいいなというふうに思います。ということで、今日あと5分ぐらいありますので、はい、質問ありがとうございました。